か聞かせていただくと、うわいっぱいいるな、うわー嬉しい。そしてエラムの社長も来てくれております。ありがとうございます。そして今日はですね、静岡朝日新聞から米和花とそのアナもこの愛妻者の隣に出てくれております。エスパンスも今日はね、学校図書の方ありますので、どうぞ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 お越しください。後ほど図書の方にも参加してくれます。おはようございます。代表取締役社長、山村修二に挨拶申し上げます。山村社長、よろしくお願いいたします。日頃の皆さん、エスパルスにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。今日はこの炎天下の中、サポーサーズさんとして、多数の皆さん、ご視聴いただいて、本当にありがとうございます。非常に暑いですので、皆さん熱中症、水分こまめに取っていただいて、体調管理をしっかり、して楽しんでいきたいというふうに思います。午前中からいろんなお催し物をさせていただきましたけれども、午後からは、選手に参加してもらって盛り上げていきたいというふうに思っています。今回この日のために選手は選手会、何回も何回もミーティングしまして、リーグ戦の試合の前のミーティングよりも熱心なんじゃないかと思えるぐらい、その入ったノリノリの企画が満載になっていますので、ぜひ、日頃見られないピッチ上での笑顔、ヘラヘラした顔をですね、楽しんでいただければというふうに思います。今日は本当に私のことで、みんなも楽しみたいと思いますけれども、必ず勝ち抜きたいというふうに思いますので、ぜひ、ご飯よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。山本部長、ありがとうございました。さあ、先ほどご紹介した今日は中央朝日新聞からスポコラから佐川さんと富山に出ております。皆さんこんにちは。こんにちは。静岡朝日新聞の高山雅人と佐野玲美です。今日は一日皆さんと一緒にお手伝いをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。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 さあ、それでは西澤健太選手による大会宣言です。暑い中、たくさんの方にお越しいただきありがとうございます。大会の挨拶をさせていただきたいですけれども、先ほどリリースがあった通り、石井秀樹選手がタジアのタイムに全体移籍が決まりました。一言いただきたいと思います。皆さんこんにちは。先ほどリリースがありました通り、2017シーズンにもお世話になりましたアジアの岡山に期限付き移籍することが決まりました。まあ、今シーズンなかなか試合に出ることができずに、悔しい思いをし続けていたので、まあ、その思いをぶつけて、向こうで活躍できるように頑張っていきたいと思います。
別れになっちゃうんで寂しい感じになっちゃうと思うんですけど、今日は僕自身本当に最後すごく楽しみたいと思っているので、皆さんぜひ盛り上がってください。よろしくお願いします。では最後に準決勝を笑顔で生み出せるようにみんなで楽しんでいきましょう。開会します。皆さんありがとうございました。ちょっと東の方も暑いので、皆さんちょっと中に入っていただいて、準備をしていきたいと思います。そして皆さんどうぞ北の方にお願いいたします。北の方の北の方もどうぞ、北の方にお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここの3つでお願いしてまいりたいと思います。